皆さんこんにちは。ロバさんの番組番外編ということで、8月9日月曜日配信分となっておりますけども、これを録画しているのは8月の6日前の週の木曜日にこれを収録しています。タイトルにもありますように小規模事業者持続化補助金ということで、8月上旬ですね、現時点での最新情報ということで、シェアをさせていただきたいと思います。小規模事業者持続化補助金なんですけども、持続化給付金っていうのがあるもんですから紛らわしいんですけども、それとは違いますね。どちらかというと減ってしまった売上を埋めるというようなことではなくて、前向きにですね、販路開拓をすることに対して国が支援をするっていうね、内容で、これもともと以前からコロナ以前からある制度なんですけども、こちらの方がコロナに対応型ということになって、いろいろと至れり尽くせりということになりますね。で、5月と6月と締め切りがありまして、で間が空いて8月、今週ですね、今週というかの収録をしている、8月7日に、第3次締め切りということになりますけど、今日の最新情報としては、最新でもないんですけどね、先駆けて第2回6月5日金曜日に、採択になった分の、結果が出てます。こちらの方を見てね、第1回第2回ということについては、やり過ごしてしまったんですけど、こういったことがあるんだったらぜひ挑戦してみたいという方がいらっしゃいましたらね、ぜひいい機会ですので挑戦をしていただきたい。次回は、10、もう明日の締め切りは間に合わないので、10月2日の締め切りということで目指していただければいいんじゃないかなと思いますので、まずですね、採択結果の方を一緒に見ていきたいと思いますけども、7月22日に採択者一覧ということで出まして、静岡県は関東のエリアの山梨に続いて一番最後になってるんですけど、こちらの、どこでもいいんですけどね、この会社名、全部公表されてます、どのようなことを販路開拓ですとか、結構そうですね、ここのテイクアウト商品の開発、こういった店頭でできないのでテイクアウト商品を開発して、品質も、保つというですね、低価格販売への設備投資をする、そういうようなことをチャレンジされてらっしゃる方ですね。これ面白いですね。Zoom でオンラインレッスン、時代に継承の着付けレッスンということで、呉服屋さんですかね、Zoom 遠隔で時代に継承の着付けのレッスンをしてくれるということでね、こういうことで収益化を目指していくということですね。で、こちらにもパーソナルトレーナー育成コンサルのオンライン開催とその広告ということで、出てますね。結構いろいろな業種業態がありますけど、これはコロナ特別ということになるのかどうかわからないんですけどね、爬虫類女子×アニマルセラピーによる販路開拓策ということでね、こういうような事業計画を作られているところもありますね。とにかく今回一番多いのがリモートとか、そういう遠隔とかテレワークとか、そういったことに対しての費用を6分の1以上ですね、含むと、コロナ特別枠ということで、最大100万ということで、今までの持続化補助金は50万が上限。結構こういうの見てみて面白いですね。オンラインでなくてもできるようなこともあるんでしょうけど、家庭教師管理システム導入によるオンライン授業体制構築。皆さん、今まででのように当たり前にできていたことが、当たり前のことが当たり前にできないというね、ことがありまして、こちらもイタリア料理屋さんですね、場所を選ばず、国産創作イタリアンで、外食の味を提供ということで出てますね。こう見てきますとね、サブスクリプションモデルシステム導入ということで、お店に来ていただいて、本当に一回一回売り上げていくっていうようなことで、今までは店舗とか、そういったことが当たり前になったんですけど、
こういうことになってきますとね、やはりサブスクリプションモデル、システム、まあ、それをシステム化するということですね。簡単に言うと、まあ、例えば、iTunes とか、そういういろいろ今、スマホのゲームとかですね、そういうようなもの、毎月毎月課金で落ちる。そういうものは非常に強いと。ですから、不況に、まあ、毎月毎月必ず決まった収入が、キャッシュが入ってくる。そういったことに、このコロナをチャンスとして捉えて、結構積極的にやられていると。あと、筋トレ道具レンタルを絡めたオンライン在宅トレーニング指導。これ面白そうですね。なかなかね、道具を買ってしまうと、実際うまく使えないとそのまま死蔵してしまうというかね、使えないというケースがあるんですけど、レンタルだったらね、いいんじゃないかと思うんですね。まあ、パーソナルトレーニングみたいな感じなんでしょうけど、まあ、そういったダンベルとか、マットとか、マットはそんなに借りなくてもいいのかもしれないですけどね、そういう機材、マシンとか、そういうのを借りて、オンラインでトレーニング指導しますという形ですね。まあ、コロナに負けない安全で地元産業を支える飲食店作りというような形で出てきてますね。まあ、こういう形で、まあ、これ静岡県だけでも、こういうふうにね、たくさんの、採択が、されています。私の関係でも、やっぱり飲食業さんですとかね、あと、まあ、ダンススタジオみたいなところですとか、まあ、本当にこのコロナで一回教室ができなくなってしまったとか、まあ、そういうようなことがありまして、まあ、積極的にですね、オンライン遠隔で、従来のようなサービスができるようにということで、チャレンジをされています。まあ、こういうような事例があるということですね。まあ、特にまあ今回ですね、非対面に移行するということが、まあ、あと業務のテレワーク推進ということがあるんですけども、まあ、キーワードとしてはセルフですとか、EC サイトですとか動画、オンライン、機械動画ですね。内容を見てみるとね、すごい、まあ、採択率8割ですけどね、まあ、本当にできるのかなっていうのも含めて、結構採択されてます。で、前回も、採択率としては5月15日ですね、第1回の時も、5000件くらい、5500件くらい採択されてまして、8割以上採択。で、今回も、7月22日に発表されたのは、6月締め切り分ですけど、19,833件。これも、申請数から言うと8割以上ですね、採択されている。まあ、ただ今回ですね、今週8月7日に、締め切りをしまして、まあ、10月か、9月か10月ぐらいに結果が出てくると思うんですけど、で 10月ですね、10月のこれからは、締め切りを目指していただくということになっていますが、まあ、こちらの方はね、もしかしたら、まあ、今回もそうですけど、審査がちょっと厳しくなる可能性もありますよね。応募者が非常に増えていくこともあるので、何でもかんでも OK だよっていうことではなくて、審査の難易度も上がってくるという可能性もあります。きちんとした事業計画書を出した上で、この補助金の趣旨に合った形になっているかというふうになってますね。採択された企業さんの方はですね、おめでとうございます。ただ、今ですね、交付決定通知書がもう8月入ってますけど、まだ届いてないという話も聞いてますけども、これやれやれということでね、6月に締め切りになって、8月に、交付決定通知が来るんですけど、そこでなんですけど、不備の指摘がね、そこになってついてくるということがあるので、そしたら、まあ、その対応しなければならないということがありますので、まだ通知書を受け取ってないよという方はちょっと注意していただいて、そういった対応の漏れがないようにしていただければいいんじゃないかなということで思います。まあ、いろいろコロナで大変ということもあるんですけども、まあ、国の支援なんかもいろいろありますしね、まあ、ぜひ何か、積極的にやってみたいという方がいらっしゃいましたら、私の方までお気軽にお問い合わせくださいということで、今週は、ね、こういった話になりましたけども、10分動画ということでやらせていただきました。どうもありがとうございました。